タイの皆さんこんにちは。サワディークラブ。私は日本人でコンサドーレのサポーターです。で、この動画ではスパチョークについて話します。スパチョークは8月13日の試合でプレーをしました。で、彼がプレーした時間は15分ほどでした。試合は負けてしまいました。ですが、スパチョークのプレーは短時間でしたけども、インパクトがありました。ところで私はコンサドーレを応援するメディアを運営しています。そのメディアでコンサドーレのサポーターに質問をしました。で、今日の試合で一番良かった選手は誰ですか？という質問をしました。その一番多かった答えがスパチョークという答えでした。で、私は試合でのスパチョークの印象を教えてくださいと質問をしました。今からその答えを紹介します。これらはコンサドーレサポーターの生の声です。ジンジャーさん、今日唯一の希望だったと思います。コドーレさん、もう少し長い時間見てみたい。ちなみにこの答えが一番多かったですね。タクさん、次のプレーのチョイスとその正確性はチームに必要なものを与えてくれそう。ルイさん、今日のチームの中で一番動きが良かった選手だと思いました。ハッピースタイルさん、狛江のスルーパスから抜け出してからシュートまでの動きは可能性を感じた。ベックスさん、ビハインドの状態でも焦らず落ち着いたプレーが見られた。OT さん、ポジション取りとスピード感が輝いていました。テルさん、後半途中からの出場ながらインパクトをしっかり残してくれた。他にもたくさんの意見がありました。ネガティブな意見は一つもありませんでした。我々はスパチョークに期待をしています。彼のプレーをもっと見たいと思っています。タイから彼を応援してください。それでは動画をご覧いただきありがとうございました。コープくんクラブ。